覗く男大学女子寮の寮官をしている N さんから聞いた話です通りに面して窓がある部屋に入っている寮生から「夜外から誰かに見られているような気がする」という相談が複数あったのでその面の外壁に 防犯カメラを設置することになりました。建物沿いには2メートル幅で玉砂利が敷き詰められていますが、それより外側のフェンス際には木が植えられていて、通りからの目隠しになっています。玉砂利は足音を響かせるので侵入防止になりますが、覗き目的なら、 フェンスを乗り越えて木に登りさえすればいいのかもしれません。目隠し用に植えた木なので、貝塚ぶ吹などの登りにくい種類なのですが、だいぶ育って幹はしっかりしていましたし、覗きの重さならやってのけるのかもしれません。そこで、抑止力も期待して、その面の建物左端の2階に、フェンスと建物の間の、 細長い庭が縦に見渡せるように、壁に対して15度くらいの角度でカメラを取り付けました。1階には涼感室や談話室やトイレがありましたが、窓は高い位置にあるので、高所からでなければ覗けません。通りから目につきやすいところに、防犯カメラ監視中のステッカーも貼ったので、これで、 おいそれとフェンスを越えて木に登るような危険を冒す者もいなくなるだろうと思われましたカメラを設置してから初めての宿直の夜 N さんは日報を記入してから物珍しさもあってしばらくモニター画面に見入っていたそうです赤外線のおかげで肉眼では真っ暗な庭も夕方くらいの明るさで見通すことができます とはいえ、動かないフェンスと木の並びと玉砂利面と壁、そこにたまに通りを通過する車のライトしか映らない画面ですから、すぐに退屈になります。録画もしているし、そもそもずっと監視しておくようにという話でもなかったので、彼女はそろそろ寮内の見回りに行こうかと席を立ちかけました。その時です。 画面の一番奥の左側建物の壁際にぼんやりと人影のようなものが見えましたフェンスを越えるのも木の間をすり抜けるのも見なかったのにそれは唐突にそこに現れたように見えましたその右手は壁にペタリと当てられていて左手はだらりと垂れ肩は 少しその左側に傾いています。シルエットからして女ではありません。男です。その男はこちらを向いていて、ペタリペタリと右手の位置を前に動かしながら壁沿いにカメラの方へ歩いてきているように見えました。泥棒、変質者。いずれにせよ。 不法侵入者に違いはありません。け、警察に。一瞬 N さんはそう考えました。しかしすぐに思い直しました。だっておかしいのです。フェンスと建物の間の細長い空間を建物の端の2階から縦に見渡すアングル。その一番左奥の壁際に立っているので、 男はは画面上では小さく見えています。ところがその手は建物の2階の壁に当てられているように見えるのですつまり縮尺がおかしいのです一番奥のその位置に立っているなら人影はさらにもっとずっと小さく映るはずなのです これじゃあまるで巨人じゃないか男は近づいてきますカメラが取り付けられているのは今 N さんのいる涼感室の窓の上の壁です画面の男は近づいてきますということはその足が玉砂利を踏む音もまた近づいてこなければおかしいのに外は静まり返っています ですが男は、ちょうどカメラの高さに頭のある男の姿は、モニターの中ではどんどん近づいてくるのです。顔が見えました。赤外線モードで無色なので、顔色は半然としませんが、男は無表情です。これといって特徴のない、今思い出そうとしても難しい、 そんなのっぺりとしたた顔だったように思う、に思と後に S さんは語りましたその顔がどんどん近づいてきてぎろりとにらみつけるということでもなく単純に「これは何だ」というようなぼーっとした目つきでカメラを覗きましたアップになる顔と眼球 <laughs> 思わず N さんはモニター前の椅子から腰を浮かせて交代しましたその直後バッと顎を上げて高い位置にあるカメラの真下に当たるはずの窓の様子を確認しました誰もいませんそこに見えているのは夜空と室内の明かりにぼんやり照らされている 木の並びびだけでした。再びモニターを見ます。何も写っていません N さんは強行状態に陥って仮眠中の愛犬者を起こすための呼び出しチャイムのボタンを押しましたすぐ確認をしなくてはという職業意識が働いて N さんは起きてきた愛犬者にその異様さについてはあえて説明せず 人影が映ったので、外を一緒に確認してくれるよう頼みました。壁一枚越しのすぐそばとはいえ、一人で見に行くのは、さすがに怖かったからです。侵入者かもしれない、と聞かされた愛禁者は、N さんの見た異常事態など知りませんから、それは大変だ、と、すぐさまサーチライトと、 何かあった時にすぐ通報するための携帯電話を持って部屋を出て N さんもそれにおっかなびっくり続きました結果から言うとそこには誰もいませんでしたそれにあれだけの大きさの人物がそこを歩いていたなら相当な凹凸ができているはずの砂利面も全く普段通りでした 誰もいないとなってようやく落ち着いた N さんは部屋に戻ってから改めて自分が見た光景の詳細について愛勤者に語りました。しかし、録画されたその時間帯の映像には大男の姿など影も形もなくその後に映り込んだ見回る自分たちの姿も当たり前の大きさで捉えられていました。ああ、そうだよな。 これが普通の大きさだよな。そう思い知った時が実は一番怖かった。と N さんは震える声で言いました。夢でも見てたんじゃないのと、お決まりのようなセリフを言われて納得できないような気持ちにもなりましたが、記録が残っていないものは仕方がありません。あまり言っていると、 頭が変にななったと思われかねないので、彼女はやむなくそこで口を閉ざしました実際疲れていたんだろうか真、まあ、新しいものに興奮して幻覚を見たのかもしれないそんなふうに思いつくだけの現実的な可能性を心の中で自分に言い聞かせ N さんはそのことを意識の外側に押しやろうとしたのだそうです ところがちょうどその時、旅館室の扉がノックされ、おずおずと入ってきた寮生が、こんなことを言ってきました。大きな目が、窓の外から見てた気がするんです。その巨人が何者だったのか、結局 N さんにはわかりませんでした。その後、 あまりにも類似の報告が寄せられたので、はじめはなかなか取り合ってくれなかった学校側も重い腰を上げ、一度目のお払いが取り行われました。それでも効果がなかったのか、二度目のお払いの後、小さな祠、ら、だか石のモニュメントのようなものが敷地内に据えられ、それからは目撃談もぱったりと止んだそうです。しかし、 それが何だったかの説明の場には N さんは既に担当を外されてしまって立ち会えなかったとのことで結局今もわからないとのことでした彼女が目撃した巨人はどこに行ったのでしょうその場に封じ込められてしまったのか別の場所に移ってしまったのか普通に生活していると見られているような気がする と感じることがたまにあります。それはほとんどが気のせいか、実際誰か生きた人間に見られているかのどちらかなのでしょう。ですが、そんな瞬間に自分を見ていたのは、もしかしたら、実は規格外のサイズの目だった、なんてこともあるのかもしれませんね。